今日も外から帰ってきました。今日は雨が降っててですね、結構強めの雨が一日中降ってたので、雨の中を歩くとすごい寒いなっていうふうに思いました。でも結構雨降ってたんですけど、やっぱりイギリスの人は傘をささないなっていうふうに思いました。中には折りたたみ傘をしてる人もいたんですけど、日本だったら100%折りたたみ傘を出して、傘を出して差してるような雨だったんですけど、割と8割方傘を差していないまま歩いてる人がほとんどだったので、本当にイギリスの人は傘を差さないんだなっていうのを今日実感しました。でも傘を差さない代わりに帽子とかフードをかぶってる人の割合がすごく高いなっていうふうに思いました。で、私日本からスニーカーで来たんですけど、ブーツを持ってきてないので、結構この冬もし雪が降ったら足先が寒いなと思って、ブーツを買おうかどうか今迷ってます。今日は銀行口座を開設しようと思って、もう一度窓口の方に行って書類を出してみたんですけども、やっぱり開設ができなかったんで、やり方をもう少し考えようかなと思います。あとは GP の登録をしてきまして、日本ですと保険証さえあればどこの病院行っても受け付けてくれると思うんですけども、イギリスですとかかりつけ医の登録が必要になってきます。なので今日はそのかかりつけ医の登録の方に行ってきました。文書の登録だけなのかなと思ってたんですけど、アポイントメントを取ってっていうふうに言われまして、来週予約を取ってきました。何をするのかは聞いてないんですけど、多分ドクターと会ってそれから本登録になるのかなと思います。外は結構寒いんですけど、うちの中にヒーターがあるので家の中は比較的あったかくて助かってます。今週から新しい仕事が始まりそうなので、質問する内容とかを紙に書いて準備していこうかなと思います。その場で即興で伝えてもいいんですけど、友達だったらその場で即興で伝えてもいいんですけど、オフィシャルな仕事の場なので一応メモに書いて考えて持っていこうかなと思います。そのために今日はですね、またポンドランドに行ってノートを2冊買ってきました。こちらのノートを買ってきました。1冊 1.5 ポンドでした。これも表示が書いてなくてですね、1ポンドかなと思ってレジ行ったら1個 1.5 ポンドでした。で、あと今買いたいのは調味料が買いたいんですけど、引っ越しするまでは買わないようにしようと思って、まだ今日は買わないまま帰ってきました。来週引っ越しするんですけど、もうあと1週間ちょっとぐらい耐えて早く調味料買いたいなと思います。あと今日は駅の近くに新しいカフェができていまして、昨日ちょうど行こうと思ってたんですけど、なぜか昨日空いてなくて、なんで空いてないんだろうって思ってたんですけど、今日がオープニングの日だったみたいで、昨日は店舗の中で会議をして明日のミーティングをしてたんだなと思って、で今日同じ駅にたまたま行ってみたらオープニングで50%オフで何でも
食べたり飲んだりできたので、コーヒーとサンドイッチを半額の値段で食べてきました。結構お得に食べられたので満足です。で、しかも美味しかったです。じゃあ今日は紅茶を飲んで温まって寝たいと思います。